お待たせしました。1989年プロ野球の出来事総決算、今年出版された意外なプロ野球の本を絡めて2倍楽しんでいただきます。いざスタート。平成元年、プロ野球はこの人の話題で始まりました。ご存知、村田兆治投手の200勝への挑戦。川崎球場で2度失敗した村田は5月13日日本ハムを相手に200勝を達成。しかしあくまでも通過点、男には次の目標がある。そんな村田投手が書き下ろした人生の教科書、右腕の傷跡、泣けるタイトルだ。今年も助っ人外人が活躍しました。まずはワンクイネーのパリッシュ選手。野球のボールはピンポン玉ではありません。あら、2階席、よいしょ。ピャウシャオジョン、セシルフィルダー殿、あなたは契約金泥棒と言われる外人が多い中、給料以上の働きをしました。でもってあなたは優等生でした。小指の骨をポキンポキンするまでは4割5割は当たり前。電気屋さんではありません。夢の4割挑戦ありがとう、クロマティ。またこんな本も出版されました。プロ野球死んでもらいます。今流行ってる映画はバットマン。清原選手、あなたは本職のバットマン、ジャンピングに。今年は本当に乱闘シーンが多かったですね。乱闘はエキサイティングで面白いという意見もありますが、しかし同コスト単なる暴力、後味悪いですね。まあまあそんなに熱くならないで。お取り込み中恐縮ですが、こんな本がありました。タイトルはいきなりビーンボール。飲みの心臓と言われた男が11試合連続完投勝利という新記録を打ち立て、20勝投手になりました。斉藤投手に大きな拍手を。トレード先の中日で4年ぶりの20勝、転んでもただでは起きない西本投手にこれまた拍手を。女性ファンの数も含めてライバル関係にある阿波野と西崎、今シーズンは19勝を挙げた阿波野に軍配が上がりました。球界の新人類と言われる2人にこの本をプレゼント。プロ野球はチキンライスだ、よくわかんないあの江本さんの本です。彼の名はまさに悪夢だったでしょう。昨年の7月6日、場所は札幌丸山球場。思わぬアクシデントで左膝靭帯断裂。それから423日、吉村が帰ってきた。復帰初打席はセカンドゴロ、でも本当に嬉しいセカンドゴロだったでしょう。その吉村選手に今一番ふさわしい本、白球第三、ベースボールよ永遠に。そしてリーグ優勝を目前にした巨人はマジックがついたり消えたり、ハラハラドキドキ。10月6日太陽と対戦します。さあ、ジャイアンツ優勝へあと2アウトです。2エンド2からゴキブレット、セカンドライナー掴んだ、スローベース入った、アウト、ダブルプレイ、試合終了。ジャイアンツ2シーズンぶり25回目の優勝になる。一方のパリーグ、天下分け目の10月12日近鉄西武のダブルヘッダー、ブライアントが第1試合で3本のホームラン、第2試合またホームラン、ブライアント爆発。そしてリベラも追い打ち、近鉄西武を奈落の底に突き落とす2連勝。マウンド上の阿波野、糸井大輔、ピカ打って投げた、トライ行く、見逃しの三振。そして迎えた10月14日、パ・リーグに決着がつきました。そんな熱波を象徴してか、新宣言全日本パ・リーグ党なんていう本もあります。熱波の毒に当たったのか、巨人は日本シリーズいきなり2連敗、第3戦も簡単に落としてしまいます。しかし近鉄加藤哲朗投手の発言が巨人選手に火をつけました。まあ大したことなかったですね。もちろんシーズンの方がよっぽどしんどかったですからね。相手も強いし、この加藤発言に奮い立った巨人はその後3連勝。迎えた第7戦、藤井寺球場、駒田、駒田、打った打った、入った、完全無欠のホームラン。6回、原、伸びる伸びる伸びる、どうだどうだどうだ、入った、ホームラン。代打で登場した中畑清、打った、どうだどうだ、伸びる伸びる、有終の美を飾るスーパーホームラン。
球打った、これはライトへ平凡だ平凡だ、ライト前進、井上前進、掴んだ、ジャイアンツ日本一、藤田監督の胴上げが始まりました。来年はどんなスターが、そしてどんな奇跡が生まれるのか、戦いはもう始まっている。